ペーネの造ペーネ美術館は、長野県北作郡軽井沢町の軽井沢タ屋ア0円内にある美術館。1986年7月26日、軽井沢町、塩沢湖の湖畔に開館した、フランス人男性画家、レーモンペーネの世界初、日本で唯一の個人美術館で、塩沢湖を中心としたレジャー施設、軽井沢タリア0円内に位置している。 ペーネの原画やリトグラフ、ポスター作品やペーネの絵をあしらった陶磁器、恋人たちを模した人形のほか、写真や愛用品などを展示している。年に約3回の展示替えを行い、ペーネの絵描く恋人たちの世界を観覧できる。ここでのみ購入できるペーネグッズも多数存在する。建物は、 アントニン・レーモンドの設計で1933年に建設された設計者自身のアトリエ、軽井沢、夏の家を軽井沢町内の南が丘から移築し使用している。なお、アントニン・レーモンドとレーモン・ペーネとは別人であり、両者に関係はない。開館初日には、レーモン・ペーネ本人と妻であるドゥニーズ・ダムール夫人も開館式典に参加した。年には、 開館25周年を記念し、レーモン・ペーネの一人娘である、アニー・ペーネ氏を名誉館長として迎えている。1988年には、ペーネが晩年を過ごした、南仏のアンティーブ氏に、また1998年には、ペーネの母親の出身地である、ブラサック・レミンヌ氏に、それぞれペーネ美術館が開館している。ありがとうございます。